どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。今日はですね、左利きのエレンがなんと脱出ゲームになったと聞いたので、今日はそこのなんだテストプレイに行ってきます。今週ぐらいから多分もう実際に始まるので、もうチケットとか普通に買えると思うんですけど、まあちょっとそのタイミングでテストプレイ行ってきて感想をちょっと動画にしたいなと思ってます。で、まあ当たり前ですけど、その脱出ゲームってまあクイズみたいな答え知っちゃったら楽しめない系のあれなんで、多分内容についてはほとんど触れないと思うんですけど、まあ作者的な思ったこと感想をちょっと後で行ってきた後に言いたいなと思ってます。そのもう完結間近ということで、関連書籍を辻先生に書いていただいたり、左利きのエレンが教えてくれるあなたらしさだっけなっていう本を書いてくださったり、結構自分の手を離れてこの違うジャンルのクリエイターの方がいろんなものを作ってくれるというので、それを見るのがなんか楽しみだなと思ってます。すいません、今動画撮りながら気づいたんですけど、今すぐ出ないとマジで間に合わないっていう時間だったので、ちょっと行ってきます。また感想を後で言います。行ってきます。はい、代々木に来ました。この辺ですね、山陽ビルっていうビルなんですけど、代々木なんか多分10年ぶりぐらいにリアルに来ましたけど、代々木すごいなんか住みやすそうですね。あ、かな、代々木山陽ビル、ここの2階だと思います。はい、今日は編集の榊原さんと2人プラススタッフの方3人でやらせていただきました。めちゃくちゃ楽しかったです。初脱出ゲームということで、すごいめっちゃテンション上がりましたね。なんか後半に時間がなくなるにつれて、なんか会社時代を思い出しました。本当の納期をなんか思い出してすごいテンション上がりました。楽しかったです。高一がすげえいい先輩っぽかってよかったです。神谷チーム時代をね、このモチーフにしてくれてるのは嬉しいですよね。めちゃくちゃ頭を使った後にこの絵を描くともうなんかちょっと普通に難かったですね。いや、難易度高かったですね。でも一応僕らクリアでしたんで、全て、はい、やっぱ天才的なひらめきをして、はい、でも謎解き初めての僕たちがクリアできたんで、すごくいい感じの難易度な気がする。あとやっぱ左利きのエレンの世界観をすごく忠実に、そうっすね、うん、皆さんの雰囲気にこれいい意味で分かんなくてもストーリー知らなくても多分なんか、ね、大丈夫だけど、広告代理店脱出ゲームっていう完成度が高かったですね。広告代理店の仕事をベースに脱出ゲームしたのファンも初めてですよね、多分。すごい嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございます。いや、本当にめちゃくちゃ本当に職業体験というか目黒広告社に入社した気分を味わえて楽しかったです。でもなんかエレンファンで来て終わったらなんかちょっと飲みに行ってほしいですね。このなんか終わったら本当に仕事終えた感じになるんで、ぜひ。はい、はい、できました。いただきます。じゃあ今日、30日から、9月30日から、チケット今、絶賛販売中、ね。まだ大丈夫です。まだ買えるんですよね。はい。じゃあ、左利きのエレン、迫り来る納期からの脱出、よろしくお願いします。ちゃんとパネルになってボードになるんですけど、なるほど、この成功の、ありがとうございます。我らチームカッピーは脱出しました。はい、大成功。大成功、イエーイ。やった。ありがとうございます。じゃあみんなも来てください。よろしくお願いします。